私、彼女として本気でダメなのでは。これじゃ本当に直也は渚ちゃんに。もうこうなったら、さきちゃん、やるわよ。何を？この状態でやることなんて一つでしょ。ちょっとさきちゃん、そういうことはしない約束じゃ。でも直也したいでしょ。内緒にしててあげるから。えいやー、そうよ直也、もう止まらないでしょ。さきちゃん、ダメだよ。水瀬さんにそんな嘘はつけないよ。やめよう。何か悩みがあるなら聞くから。なんでそんな平然としてるわけ？ん？私のおっぱいが小さいからか！渚ちゃんの巨乳がいいのか！咲ちゃん、一体どうしたの？咲ちゃん、待って！咲ちゃん、実家に帰らせていただきます。